はい、今回はですね、いつも大変お世話になっているビアトラ様の依頼品を作っていきたいと思います。まずね、こちら。CPU は Ryzen の 5700X というね、僕がめちゃくちゃおすすめしてる超高性能 CPU でございます。そして、こちらは 4060Ti。お見積もりの時はですね、4060でお話ししてたんですけど、もうめちゃくちゃお世話になっているのでね、もう私の善意で 4060Ti にさせていただきました。ビアトラ様がね、非常に快適にパソコンをご利用いただけるようなね、そういう素晴らしいパソコンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。はい、SSD をねつけるんですけれども、 SSD のねこのヒートシンクのシールをね剥がさずにつける人がどうもいるみたいなんですけど、以前の過去動画にも説明した通りですね、空気の層というのがですね非常に電熱性が悪くて熱くなる原因になったりします。ですので必ずですね、ここのグリスみたいなねシリコンみたいなのがついてるんですけど、これがしっかりと密着して空気の層をなくすことによってですね、しっかりと熱が伝わるという仕様になりますから、このシールっていうのはね必ず剥がすようにしてください。で、今回使用するウエスタンデジタルのブラックはですね、このようにちゃんとチップがねむき出しになっています。これが本来あるべき姿だと思います。はい。なので、これがチップの上にシールが貼ってあったりするとですね、やっぱりその分空気の層ができてしまいやすくなるので、熱が伝わりにくくなる。シールを、ね、ここのチップの上にシールがついている分はですね、シールを剥がすことによってですね、2度ぐらい結果が変わってくるということになってますんで、できればね、このチップというのは、シールとかついている場合は剥がしてあげた方がいいと思います。ここのね M.2 ヒートシンクつけたんですけれども、ここのネジをですね前回までマックスに締めるとですね、ここの SSD がこうブリッジみたいにですねこうしなることがあります。これはですねあまり良くないです。チップとかにいろんな物理的な負担をかけることになりますんで、ここがビヨーンってブリッジがかかるような締め付け方をされている方のパソコンっていうのは多分寿命が低くなると思います。はい。実験してないんでわかんないですけど、まあ基本的にですね、基板がブヨーンってブリッジがかかってる状態で長期間使うっていうのは僕はおすすめできないので、こう湾曲したりしないようにね、つけるっていうのも大事なことだと思います。はい。新品の水冷クーラーにはですね、このようにもともとグリスがですね、ついてるんですけれども、これはあまり性能がいいものではないので、こちらを一回きれいに拭いてですね、リバーズエコではですねこの DX1 もしくは DX2 というね熱伝導性の高いダイヤモンドグリスを使用しております。はい、こちらもですねお客様が長く、ね、愛用していただけるようにグリスからしっかりとこだわったものを使用しております。はい、このようにねきれいに拭き取らせていただきました。銅のこのね輝き綺麗ですよね。これ銅を使う理由としては熱伝導性が非常に高い金属であるからです。ヒートシンクでね純銀を使ったらねどんな感じになるのか、純銀のヒートシンクっていうのを見たことがないので、もしね皆さん純銀のヒートシンク使ってますみたいなね人がいましたら是非教えてほしいなと思います。純銀にしたらどれぐらい上がるんでしょうかね。やっぱその辺もね気にはなりますけど、原価が高いのでなかなか難しいんだと思います。はい、こんな感じで仕上がっております。はい、どうでしょうかね。はい、結構水冷がかっこいいですねこれね。はい、虹色に光ってなかなかいい感じのパソコンになったと思います。はい、それではですね、はい、ちょっとシネベンチ警察が毎回うるさいので、ちょっとシネベンチを回したいと思います。はい、ベンチマーク回しました。はい、温度はですね、60度ということでね、非常に冷却性能が高いクーラーだなと思います。まあ十分性能の高い能力を発揮してると思います。はい、続いてレンジマークを回していきます。1万2000いきそうですね。はい、非常に快適ということで、これでね、モビアドロさんはリバイ5本チャンブに入っても完璧です。はい、念のためですね、再度お伝えしておくんですけれども、この映像端子のケーブルですね、これ今ディスプレイポートが刺さってるんですけれども、はい、映像端子はですね、こちらの、マザーボード側の端子ではなくて、必ずグラフィックボード側の端子に刺すようにしてください。グラフィックボード側っていうと、ちょっと何言ってんのって感じになることが多いと思うんですけど、グラフィックボード側というのはですね、ここにグラフィックボードが刺さってます。これですね、これがグラフィックボードというものです。このグラフィックボードの端子に必ず刺すようにしてください。この Ryzen 7 5700X っていうのは内蔵 GPU がついてない CPU のモデルになりますので、こちらのね、マザーボード、BIOS 等でですね、設定したとしても映像が映ることはありませんので、必ずグラフィックボード側に映像端子を挿すようにしてください。HDMI でもいいですし、ディスプレイポートでもいいです。必ずこちら側にね、挿すようにしていただければと思います。はい、アンチがですね、裏配線が汚いといつも言ってくるんですけれども、はい、見ての通りね、裏配線、今日も汚いですね。はい。これで汚いと言えるのであればね、もう多分、アンチの方々は配線一本も繋いでないんじゃないかなと思うんですけどね。はい、水冷クーラーを使うとですね、どうしても配線が多くなりがちなんですけれども、リバーズエコは裏配線もね、きっちりと綺麗にしておりますので、はい。これを見て汚いと、もう思う人がいるんだったらですね、もう直ちに今やってるお仕事やめて、ゲーミングパソコンを作るね、仕事をされた方がいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで綺麗にまとめさせていただいております。はい、という感じでビアトラ様の依頼品のパソコン完成いたしました。はいね、こんな感じでね、10回ほどベンチマーク回させていただいて、はい、冷却性能もバッチリでございます。はい、こんな感じでね、青いケースがね、非常に人気ではあるんですけれども、これ以外にもね、ピンク色があったり、紫っぽいケースがあったり、水色のケースがあったりしますので、またよかったらですね、こういった色のパソコンがいいとか、こうやってですね、水冷クーラーで、はい、綺麗に光らせてほしいとか、そういったご要望がありましたらね、お気軽にご依頼いただければと思います。ビアトラさんにはですね、本当にたくさんお世話になっておりますので、本当に子さんリスナーでずっとリバーズエコを応援してくださって、本当に感謝しております。ありがとうございます。またゲーミングパソコン使いたいなという方がおられましたらですね、しっかり一台一台丁寧に作っておりますので、どうぞご依頼いただければと思います。それではビアトラさん、このパソコンでね、リバイコボンチャンブ入っていただきたいですね。ビアトラさん、ボンチャンブどうですか？ぜひご検討お願いいたします。はい、それでは皆様、またパソコンのご依頼お待ちしております。それでは終わります。